どうも、しょめてぃみです。はい、こんにちは。おはようございます。おはようございます。はい、というわけで、改めまして、走れ追いチャンネル、with ゴリスポのゴリスポくんです。ありがとうございます。はい、ゴリスポです。初対面ということで、はい、まあ正直昨日一緒に飯食ったけど、正直ですね、それまでは一度も会わず約4年5年くらい知り合って経ってますけど、俺が知ってる時はまだ高3か高2だった。はい、高3か。高3です。高3か。あのツイキャス時代ね。はい、大井くんもゴリスポくんもあのツイキャス結構やったんですよ。そうっすね。向こうさんとちょうど俺が知り合ったぐらいに大井くんが向こうさんと知り合った。そしたらなんかこうツイッターのツイキャスでゴリスポくんが大井くんとこ絡んでて、あの俺まだ YouTube やってない時ですよ、なんか野球教室をやろうとか言って、あの向こうさんと大井くんとゴリスポくん外野手キャッチャー内野手でこうね、3人とも1万人いってない時かな。そうだね、全然いってないです。でしょ。そうで、俺なんかなんで俺呼ばれてんのみたいな、ピッチャーとしてみたいな、ようわからんグループラインが4人のグループラインあって、まあ結局それで会えるんかなと思ったらグラウンドなく、なくなり、でその後ぐらいに俺がなんか翔平 TV やりだしたんだけど、最初翔平 TV ってやったら表示は TV 翔平になってて、ああなんだこれチャンネル翔平。そうで、なんか走れ大井チャンネルに影響されて翔平チャンネルにしようと思ったらチャンネル翔平になって、ああ名前変えられないみたいな。そうなんだ、なるほど。しばらく名前変えられないみたいな。ああまあいいや、別に何だっていいやと思って、でチャンネル翔平ですってずっと言ってて、でもなんか恥ずかしくて恥ずかしくて、もう翔平 TV に会いまして、動画やってて、やっぱ街で声かけられたり。街ですか。ないか、田舎バス線とか。バス線、スポーツ店とか多いっすね。ああ、あと甲子園とか行ったらめっちゃいましたね。そ、甲子園、お母様方めちゃくちゃ好きなんです。7個したっすね、俺も。はい、大井くんが俺4つ下なんで、はい、僕が小1の時の中2とかなんで、もう大井くんついていけないです。はい、やばいですね、話がつ。それ言ったら松下さん今39や。おやじっす。おやじ。お父さん。はい、埼玉のお父さん。埼玉のお父さん。おやじ。今日はなんかあれですか、なんか関東に来る理由は何かあったんですか。いやいや、そう聞かないでくださいよ。上じゃ修行です。何の修行っすか。いや、なんかグローブに関して。グローブとか、あと知識、あとトーク力とかを磨きに来ようとしまして。トーク力、埼玉で磨きられる。だから僕関西の人間じゃないですか。やっぱり関東の人間って違うじゃないですか。だからもう関東の人といっぱい喋って、トーク力つけて帰ろうかなと。そう、そういう武者修行の旅に出てきまして、もう宿なしですよ。なぜそれでモンタナ来るんだよ。いやいや、モンタナさんにはちょっとほんまにお世話になりましたね、この何日間。 T シャツの件とか。そうですね、そうですね、住み込みでね、もう住み込みで深い話もしまして。そうですよね、はい、すごいいろいろ縁を感じます。モンタナにいるとやっぱすごい縁を感じますよね。すごい人来ますよね。ね、これなんですか、これなんですか。これはこの前の動画で紹介したんですけど、こちら紹介してくださいよ。これなんかわかんない、これなんか字書いてます。ゴリスポグローブ、バッティングローブ、あー作っていただきました。刺繍、はい、技術のモンタナで。素晴らしいっすよね。はい、一さんにも負けないっすよ、これ。これバッファローですか、これ。はい、ゴリラーズ。あ、ゴリラーズか、ゴリラーズね。ゴリラーズっていうね、今あるんですよ、岡山に。あー、しばらく休部ですか。いや、やってますよ。やってます。彼らは試合してます。あ、なるほど、なるほど。そうなんですね。はい、ゴリラーズだから、やっぱゴリスポにいないと厳しいんじゃないですか。そうですね、僕が全部回してるんで。ああ、はい、厳しいですよ。厳しいですか。はい。いつ帰るんですか。でも今日もモンタナさんのところに泊まるはずじゃなかったんですよ。ちょっといろいろトラブルがありまして、もう一回延泊ということで。やっぱね、はい、トラブルがあってのこういう旅ですから。そうですよ。で、僕はちょっと悪いなと思って、はい、どっかホテル探しますよって言ったんですけど、ちょっとまあ一日もその変わらねえなと。心が広い。昨日言っていただきました。心が広い。素晴らしい男だね。そうそう、断れない男、モンタナさん、できることなんでも、そうですね、手を尽くしてくれるんで。で、ゴリスポ君がこの間土日かな、日曜、はい、なんかイベントやるっつって。そうなんですよ。それもね、それも2日前ぐらい決まって、そのイベントでもあたふたあたふたしまして、うん、いやでね、もうちょっと前から企画して、その店舗ベッジのグローブとか入れて、大井も読んで、うん、ガチでやったらおもろいんじゃないかみたいなことを思って。そうですね。でもあの日は午前中はすごかったですよね。すごい、とんでもなかった午前中は。とんでもなく人来なかったですね。誰も来なかった。誰も来なかった。マジっすか。これどうなるんだろうな。これ俺やべえと思った。はい、やっぱ俺は午後から来るだろうという予想を立ててたんですけど、ガチで午後から来ましたね。ガチバーって入ってきましたね。ちなみに車3台じゃないですか、はい、止められるの。でもやっぱあれですか、止められないってことあったんですか。
隣にも止めて、あ、隣に止めたりして臨時でね。そう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 、マジですか。で、この辺何人ぐらいこう溜まってたんですか。いや、でも多かった時は10人以上はいましたね。10人以上いたんですか。森スポ君の片付けの列ができてた、はい、マジですか。そうですね、撮ってないですか、それは。撮ってないです。ちょっとね、忙しかったね。それどころじゃなくて、それどころじゃなくて、白飯も食ってないんですよ。マジか、はい、だから昨日すげえこうはぁ、はぁ、はぁ、晩飯はちょっとね、あの焼肉に連れて行っていただいて。そうですよね。すごい、俺何もしないのになんかね、すげえ遅く来て。本当だよね。そうっすよ焼肉食いに行ったみたいな、はい、食いにわざわざ来たみたいな。っていうことで、まあまたいつかね、こういう機会があれば。そうですね、ね、いや、すごい前々からこう、予定を立ててくれれば。1ヶ月とか前から当たれたらもう入りきらないじゃないですかね、本当に。そうね、やばい、やばいっすね。そうっすよ、大井チャンネル、ウィズゴリスポ、プラスなんか翔平 TV、 プラス朝ペン朝ペン、はい、朝ペン来たらさらにやばい。朝ペン呼びましょう。それでやばいです。はい、はい、というわけで本日はこれで終わります。ありがとうございました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 。プリントするグローブはこれプラスこちら、見ましたこれ、はい、インセットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平、ね、TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラス、モンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアツオ。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではアラシャー。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますのでフォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあればコメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。